こんばんは。高橋理恵の今晩何作ろうが今回も始まります。この番組は声優の高橋理恵が送る本格ライブクッキングです。苦手な料理もみんなで作れば怖くない、究極のオリジナルレシピを開発を目指す新感覚お料理シンクロバラエティ番組です。はい。本日は生放送ではなく収録したものを皆さんにお届けしておりますけれども、やり直しません。やり直しません。はい、今日はですね、すごいね、楽しみなメニューがあるんですよ。超綺麗。はい、では早速発表したいと思います。はい、本日作るメニューは夏空クリームソーダです。やったー。はい、これはですね、あの隠し事の劇場編集版が公開されるということで、ちょっと青っぽいメニューとか、あの青空みたいなイメージのもので何か作りたいっていうのを、かなこ先生がじゃあクリームソーダっていうね形に落とし込んでくださって、はい、今回もフードコーディネーターの佐藤かなこさん監修のもとやらせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、隠し事のね劇場編集版はアニメを見た方も見ていない方もぜひぜひ見に来てもらいたい。ご都合のいいところでよかったら見てほしいです。一個の作品としてもう永遠に形は、もう本当にあの一つの物語として本当にもう幸せな形を取れた作品だと思ってるので、よかったらこのクリームソーダをこうね、いつだろうな、見終わった後にこう作りながら考えながら、あ、いいですね、なんかこう思い出しながらね、そうそう、鎌倉の匂いをこう感じながら、はい、やってもらいたいです。じゃあ早速作っていきたいと思います。それでは、手順を発表しますよ。はい、まずは手作り杏仁豆腐から作っていくそうです。はい、杏仁豆腐作ったことあります？ない。ない。お、じゃあ初だ。人のちょっと食べたことあるぐらい、あの、あ、家で作るとかじゃなくて、うんうん、あのご飯食べに行ってもデザートとか、うん、まあそうですよね、出てくる時も、私はアイス食べるから、うん、その杏仁豆腐ちょっと。あんまり自分で杏仁豆腐を選ばない、選ばないし食べないし、うんうん、一口食べて合わないお店は合わないんで、あ割とあんまり通ってこなかったんですよ実は。確かに、だから今日口に合うといいなとは思ってます。うんうんうん、よし、はい、じゃあグラニュー糖 40g、うん、こちらですかね。はい、はい、と杏仁霜、あ、これね、杏仁草って読むんですって。杏仁じゃないの？そう、でも杏仁霜ですよね。杏仁霜だけど杏仁草。そう、杏仁草 30g。 あ、それはね、違うかな、違うかな。そう、粉の粉、うん、そうそうそう、粉なんだ。杏仁の素って粉なんだ。粉なんです。杏仁の匂いがする。ドアンニン。これやる人変えてみて。杏仁ってここからやっぱあの、そうだよね、そうだよね、うわ、初めて嗅いだけど、はあ、なんか100、普段嗅いでる杏仁豆腐が100なら200杏仁って感じ、うん、あ、じゃあ薄まってない杏仁豆腐なんですね。すごいです。はい、こちら 30g を混ぜ合わせます。はい、粉と粉ってことで、じゃあ、うんうん、こっちに入れちゃおうかな。そっちの方がいいかな。うん、確かにこれから牛乳とか入れる工程があるんで、それで薄まってるんですかね。そうですね、きっと杏仁豆腐はね、ドアンニンでしたよ。はい、ドアンニン混ぜ合わせまして、はい、粉ゼラチン 5g に水を加え、ふやかしておきましょう。こちらが粉ゼラチンで、うん、ここにこれを入れて、よいしょ、混ぜる。急げ、うん、よいしょ、溶かして溶かして、あれ今思いっきりこぼしたな。思いっきりこぼしたような、なんか 4.5g になった気がする、気がするけど大丈夫でしょう、 でしょう。はい、すでにあの 水がもうすでにちょっとトポトポになりました、うんうん、トポトポ、はい、はい、ふやかします。ふやかしときましょう。はい、で、あーね、杏仁草がない場合は、うん、アーモンドエッセンスでもか、うん、へー、アーモンド豆腐、アーモンド豆腐。あ、そうです、アーモンド豆腐、アーモンド豆腐でもいいんだ。あ、でも市販の杏仁豆腐はほとんどアーモンドの、あ、入ってるんですか。そうですね、使ってると思います。杏仁草がないことでしょ。杏仁草じゃない、杏仁草がない場合は、そう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 、杏仁豆腐を買ってくるといいかもしれません。杏仁豆腐を買ってくる。そもそも買っちゃう、私だったら買っちゃう。なんだっけ、なんだっけ、途中、途中、アーモンドエッセンス、うん、あ、
でもか、うん、でもか、さっきの工程で、次か、あ、そう、次の工程で生クリームを入れるんですけど、うん、その生クリームを入れるタイミングでアーモンドエッセンス小さじ1/2程度を加えるんですね、うんうんうん、なるほど、そんな感じです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと次の工程いきます。はい、小鍋に、うん、牛乳250ml。 あれ、そういえばさっきの杏仁草じゃない、杏仁草との粉、お砂糖って混ぜました？え、このままですよ。もうちょっと混ぜてます。ど、2層に分かれてます。混ぜた方が、混ぜた方がいい。うん、サク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 、よいしょ。あ、またこぼした。丁寧に、丁寧に。あれですね、ちょっと大きめのやつでやった方が良かったですね。そうですね、意外と、うんうん、ちょっと皆さんに小さいスプーンでやるかみたいなところかな。そうですね、うんうん、OK、うん、はい、そして小鍋に牛乳 250ml、うん、とグラニュー糖強人草、はい、うん、さっきのね、これと牛乳、粉、うん、よいしょ。へえ、お菓子作りをこう久しぶりにしてる感じがします。うんうんうん、を混ぜ合わせて弱火にかけます。はい、ピッピピッピッ。ちょうど1年ぐらい前に、うん、あのお星様のゼリーを。ああ、やっぱこの時期そういう爽やかなデザートを走りたくなりますよね。よいしょ。ありがとうございます。ちょっと弱火目で。超弱火です。はい。はい、で、沸騰直前まで温めます。はい、じっくり温めるんですね。じっくり温めてください。うん、はい、焦げないように時々鍋底をゴムベラでこそげてください。はい、こそげるって どこの地域の言葉なんだろう。あ、一応考え、あの、なんか調べてみたんですけど、うんうん、あの、一応標準語。あ、そうなんだ。こういう行動をこそぐっていうの。あれ、こそげるって言いません。私こそげるって初めて言いましたけど。嘘。もしかしたら私が知らないだけかも。あ、そう。言いません。料理してる人はしてんのか。料理用語か。あ、そういうこと。オッケーオッケー。え、またこぼしてるんですけど。知らない間にびしょびしょになってる。あ、はい。でもしばらくちょっと混ぜて。アーニーがちょっと減ってきますね。うん、アーニーが減っちゃう。バランスが。ちょっとずつ減って。減っちゃう。結構かかると思いますよ。もう一段あげます。もう一段か。うん。このくらい中弱火にしました。はい、沸騰しないぐらいですかね。ですね。のんびりのんびり。ああ、まだ杏仁。まだ杏仁。あ、でもその子は多分終わりまで杏仁です。そうか。最後まで杏仁。その子はそう、最後まで杏仁です。よいしょ。じゃあ一応次の工程を、はい、確認しておきましょう。確認していただこうかな。次はですね、うん、火を止めて粉ゼラチンこちらの 5g と水大さじ2。これだな。あ、これじゃない。水大さじ2。さっき入れた。さっき入れちゃったやつ。あ、ここか。はい、ここに入れたのか、うん。これを加えてあるものをここに入れてよく混ぜる。生クリーム 100ml を加え、さらに混ぜたら鍋を氷水につけ、混ぜながら冷やす。はい、そうです。温めるのに冷やす。はい、溶かすために温めて。あ、そうそうそう、なるほど。最終的には冷やすっていう。ほーん、なるほど。ゼラチンがだいぶ固まってきましたけど、ちょっと暇だからネチネチやってようかな。気持ちいい。ゼラチンってほんとなんか小学生の時にゼラチンで遊びまくったから、多分それの影響でゼラチン大好きなんだろうな。あー、うん、食育的なことですか。私がゼラチンにハマって、ハマって、うん、ほうほうほう、家にあるジュースとかをひたすらグミに作り変えるみたいな感じで。いいですね。そう、学校、小学校から帰ってきて、うんうん、なんだろう、子供向け番組を見ながらグミを作ってとか、あと板チョコを、うんうん、ゴリゴリに、あ、まだ大丈夫。まだ大丈夫。板チョコを牛乳の中に削り落として、うん、それを飲むっていう。あ、美味しい。美味しかった。普通に。美味しい。私の最初の料理かな。いいですね。なんかそのお菓子から入るところが女の子らしくて、そうですね、なんかままごとの延長線上だったんだとは思うんですけど、うん、いや、にしても完成度はもう本当に
よくコンビニとかで売ってるアンパンマンのグミあるじゃないですか。ありますね。あの型に、うん、あのグミを流し込んでるので、でも本格的に完全に既製品で既製品の真似をして同じものが出来上がる。アンパンマングミを作っていました。あ、でもあれいいですね。確かに。そう、あの型がね、何度でも楽しめるというか、チョコとか入れたらバレンタインでもいいですし。アンパンマングミ食べたいな、久しぶりに。グミってあんま食べなくなりましたね。食べないですね。食べます、なんか普通のグミでも、なんかあの混ぜましょうか。混ぜます。細げてください。細ぎます。細、細、はい、あのケータリングとかにグミたまにあったりして、うん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 、そういう時は割と手に取るんですよね、うんうんうん、FGO ラジオとか結構なんかあのたくさんケータリングを買ってくるスタッフさんがいて、うんうん、なんかもう OK。 あ、もう OK。 あ、もう平気。ちょっとこそぎます。よいしょ。そこちょっとついちゃった。なんかこの間ケータリングにじゃがりこが4個ぐらいあって一人したみたいな。お持ち帰り用みたいな感じ。持ち帰れますよ。よいしょ。はい、OK。 はい、OK。 そう、はい、火を止め粉ゼラチン 5g、うん、こちらです。さっきこねくり回したやつをトポトポキョン。気持ちいい。あ、結構結構よいしょ。 OK。 入れます。うん。で、混ぜます。混ぜます。結構溶けるかな。すぐ溶けるかな。よいしょ。そして、はい、生クリーム 100ml、 こちらを加えます。はい。今のとこなんか滑らかになる素材しか入れてない感じ。確かに。杏仁豆腐ってこんなにトロトロのものっていうか、トロトロの子たち出てきてたんだなっていうのを感じてます。でも結構簡単な工程しかなかったです。まあ混ぜてるだけ。混ぜてるだけ、うん、意外と疲れそう。強人層さえあれば。強人層さえあれば。これだってこんなに大量に今杏仁豆腐できちゃうわけですよね。そうです、そうです。杏仁豆腐好きな人いたらこれ、うん、食べ放題ですよ。嬉しいですよね。嬉しいです。私、あ、そうなんだ。みゆちゃん好きなんだ。杏仁豆腐大好きです。おー、なんか中華が大好きで。あ、それはそう、うんうん、杏仁豆腐も好きだし、ごま団子も好きだし。あ、いいですね。ごま団子もやりましたね。やりました。結構やってるな。はい、混ぜました。はい、鍋を氷水につける工程に行きます。よいしょ。大きなボールをよいしょ、連れてきます。はい。で、ちょっとお水入れて、はい、あ、そっかそっか、うん、氷水なので。そう、そうでした、氷でした。ちょっとだけ。こんなもんかな、こんなもんかな、うん、入れます。はい。そこしか当たんない。もうちょっと水入れた方がいいかも。もうちょっと入れた方が良かったかも。よいしょ。こんなもん。割と入れた。うん。よいしょ。はい、あんに。4分の1くらい使ったかな。まあ、まあ、いいですかね。まあ大丈夫。まあ、もう大丈夫です。全部は使わなくても大丈夫。そうかそうか。はい、では次まして、はい、続きまして冷えて少しとろみがついてきたら容器に注ぐ。はい。冷蔵庫で2時間以上冷やす。はい。なるほど。に、なります。なります。なんでちょっとこのまま放置、うん、2時間放置です。あ、そのままじゃなくて、うん、とろみがつく、あ、とろみがついたら戻すのか。そうそうそう、そっか。容器に入れ替えて、で、2時間放置。容器に入れ替えるんだ。そうそうそう。なるほど。じゃあこのままもう終わりじゃないですか。そうです、そうです。で、あの、冷ましながら混ぜないと下からどんどん固まってっちゃうので。あ、そうなんだ。はい。冷ます。温度が人肌ぐらいになるまで、うん、混ぜながら冷やしてください。はい。人肌の杏仁豆腐ってなんか新鮮ですね。確かに。絶対いつも冷たいから。そうですね、うん、確かに、うん。なんかこういう
使ったことのない強人草っていう存在をこうデザートで作ってると、なんかゲームの中の食材を使ってるみたいな感じがして、ちょっとワクワクしてます。確かに、なんか素材ですよね。なんか積んできた草みたいな。強人草はそんな存在じゃないですよ、もちろん。じゃないけど、なんかクエストで取ってきた草みたいな。そう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 。クエストで取ってきたやつを、その、あの焚き火のポイントとかで料理ボタンを押して、で体力アップになるみたいな。そうそうそう、体力とか HP 回復してみたいな、そういう感じ。なんかわかります、確かに。強人草って聞き慣れないから。聞き慣れない。今謎の白い液体をこう作ってるみたいな感じしますもん。すごい。どうですか、とろみついてきます。とろみってどんな状態なんだろう。このスプーンでいいかな。これさっき粉混ぜたやつ、粉混ぜたやつが洗った方がいい。洗った方がいい、はい、よいしょ。まあこんなもんでしょ。かな、こんな感じ。まだまだちょっと水っぽいかな。ゼラチンが25度から30度ぐらいでちょっと固まり始めるんですよ、うん、はあ、はあ、はい、じゃあもうなんでその一歩手前まで下げないとちょっととろみがつかないんです。なるほど、はい、なるほど。全体にこう行き渡る、うん、加速加速、ちょっとそこだけ固まらないように混ぜて、ね、いただいて、そうそう、フーフーしたくなってくる。確かに。よいしょ、よいしょ。あ、羽ちゃう、羽ちゃう。チョコレートみたいにこの中に水が入ったら絶対ダメってことはそんなにないんですね。そうですね、ちょっとこう全体が柔らかくなっちゃうかもしれないんですけ ど、 ど薄まっちゃって、でも入らないなら入らない方がいい。入らない方がいいけど問題はない、うん、はい。なんかね、チョコレートは水入るともう終わり感ありますもんね。終わりらしいですね。なんかあの冷やした時に白くなっちゃうんですよね、うん、きっと。あ、分離しちゃうのか。温度とかも分離しちゃう、うんうん。じゃあ良いですかね。でも結構とろみがついてるように見えます、はい、見えますかね、うんうんうん、生クリームくらいの柔らかさになりました。なるほど、なるほど、はい、はい、では、はい、後ろにあるタッパーに一回入れていただいて、タッパー、これ、はい、杏仁豆腐は割とこうタッパーとかに入れておけばきっと楽ちんなんですかね、はい、もし余っちゃっても杏仁豆腐として保存が、うん、できるというか食べれるので、確かに、もしかしたら保存容器とかで作っていただくと、うん、その後も美味しく、確かに、いただけるかと、うん、いいと思います。これが全て杏仁になります。よいしょ、パカ、はい、それでは冷蔵庫に入れていただいて、はい、よいしょ、入れます。はい、ありがとうございます。では、はい、続きまして、2時間以上冷蔵庫で2時間冷やしましょう。パカ、2時間経ちました。ありがとうございます。経ちました。経ちました。経ちましたか。はい、そうですか。2時間経ったの？どうかな。どうかな。冷凍庫で。2時間。冷凍庫。冷凍庫。こちらか。2時間。あった。冷え冷えに。2時間経ったものがこちらに冷えております。はい。開けます。開けて。開けて。おお。おお。気持ちよさそう。ねえ、すごい。へえ、うえってやりたいけどやらないけど。じゃあここからやっとクリームソーダの作り方ですね。はい、はい、グラスに氷を 2,3 個入れます、うん、これだね。うん、あ、これちょっとお片付けした方がいい。うん、あ、じゃあちょっとそれぐらいちょっと下げちゃいましょうか。うん、そうしましょう。ちょっと難しいみたいなんで、あ、そうなんですね。2個作っていただこうかなと思います。うんうん、なるほど。うん。はい、こちらですね。はい、下げちゃいましょう。はい、ありがとうございます。はい。うん、グラスに氷を 2,3 個ってことは、また手が取られるから、
手が取られる。怖い。よいしょ。うん。あともう一個ですね。はい。氷はそのロックアイスをちょっといろんなサイズにしてもらってあります。ちょっと小さめのと、中ぐらいのと。うんうん。はい。グラスに氷を2、3個入れます。うん、お箸でいいかな。もしかしたらスプーンの方が、さっきのスプーンの方が。下げちゃったから、これにする。これで入れる。あらん。かわいい。いい音。うん。あとあれです、早くしないと氷が溶けて味が薄くなっていくので、あ、はい、なんかあんまのんびりやりません。はい、はい、3個入れる。スプーンですくった杏仁豆腐と、うん、スプーン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 いるじゃん、うん、スプーンいるじゃん、めっちゃスプーンいるじゃん、うん、スプーン持ってこよう。はい、すいません。スプーンですくった杏仁豆腐と氷を交互に入れる。うんうんうん、へえ、はい、こうそうそう、グラスの内側、内側っていうか、なんていうの、外側なんて言えばいいんだろう。そう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 、に、雲みたいに。あ、そうです、そうです。はい、なんかサイズはこの。もしかしたら、細かくいっぱい乗せた方が雲っぽくは。あ、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。どうですか？うわ、汚っ。大丈夫、大丈夫。あれ注いだら多分、大丈夫だと思う。多分。ちょっと。でデチデチにした感じで、うん、ちょっとなんかあの崩した方が雲っぽくはあるかもしれないです。あの意外とブルーを注いじゃうと綺麗になるので。なるほど。こんな感じで入れてっていただいて、氷と交互に、氷あんまいっぱい入れると氷味になっちゃう？そんなことない。あ、でも上まで氷入れないとどっちにしろアイスを最後に乗せるので、乗らないのか。氷はちょっと多めにはなっちゃいますね。うん、なんかパズルというか、あの詰め放題のあれみたいな気分というか、こう、うまいこと、そう、うまいこと重ねていけるように、うん、バランスよく入れるの、うん、これ技術ですね。ただそれこそ氷が小さすぎるともっと溶けやすいんで。そっか、ちょうどやっぱ中ぐらいのロックアイスで、氷が中くらいで、うん、いいかな。杏仁豆腐が多い方が綺麗なのか、小さ少なくてちょっとだけの方が綺麗なのか、うん、ちょっとまだ分かりかねるんですが、よいしょ。結構あれですね、もちもち杏仁ですね。うん、もちもち、なんかね、ねちねちもちもちの、一応イメージ、あのパフェグラスのイメージで、うん、その外側にちょっとつくように置いてみてはいます。かわいい、雲に見えますね、もうすでにちょっと、うん、あ、見える、うんうん、本当はあれかもしれないですね、スプーン2本使って、思った今、うん、同じこと思った、うん、やった方がいいかもと思った今。いや、めちゃくちゃね、スプーンから落ちようとしてくれない。そうそう、持ち持ちすぎて落ちたくないよって感じなので、こういうのでもいいです、ね、うん、ゴムベラでもいい、このゴムスプーン、ちっちゃいね、ゴムスプーンみたいのでもいいかも。2本ぐらいあって、うん、つるんと落ちた方がもしかしたら綺麗に、そうそう、うん、ほらいくかもしれないですね。安定安定、うんうん、あとちっちゃいスプーンでも安定かもですね。この辺はちょっと細かい作業になるの で、 うんうん、そうそう、最後にあのアイスを上に乗っけるので、上の方まで氷があると良いかなと思います。意外とうまくいきそうな気がしてきました、うん、なんかいい、うん、いい、良さそうな気がします、うん。聞こえた？いろいろ聞こえた？床に氷ばらまいたら聞こえた？氷がちょっと出っ張ってるとアイスが乗らないかもしれないんで。氷が出っ張ってるとアイスが乗らない？そうですね。じゃあ上からはみ出ない方がいい？うん、はみ出ない方がいい。はみ出るのはダメなのか。じゃあ氷は、あ、それぐらい、ちょっとちょうどいいぐらい。じゃあこれは出すぎなのか。あ、でもそれも平ら。うん、良さそう、良さそう。はい、良さそう、良さそう。割れちゃう、割れちゃう。あ、うん。入った、いいですね。はい、ブルーハワイシロップ大さじ4、うん、こちらですね、うん、と炭酸水冷えたもの 150ml を合わせます。ほい、150
氷を聞きましたよ、ちょっと氷がコロコロって床を張っていくことを聞きましたよ。150、はい、でブルーハワイと混ぜていただいてここに入れる。あ、逆の方がいいかな、こっちか、シュワシュワ、おお、爽やかなね、青になりました、お色に、はい。で、グラスの容量9割のところまで注ぐと。はい、タプタプにしちゃうとアイスがまた乗らなくなってしまうので9割、9割タプタプにしないぐらいかな。あとでも炭酸がうん弾けるからゆっくり入れる、良さそう、良さ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 、うわーい、あ、すごい、かわいよ、かわいよ、もうちょっとかな、もうちょっとですかね、はい、もうちょっといっていい、最後上1センチぐらい開ける感覚で、こんくらいかな、もうちょい、もうちょいいけちゃう、うん、は、はいはい、はい、え、かわいよーい、これはすごいぞ、急に完成度上がってきた、あれですね、結構あんに雑でも大丈夫だったっていう、うん、あんに雑でもかわいい、これなんか女の子しか作れないとか思ってる子はね、ほんとね、大丈夫、全然スプーン1本で大丈夫、うん、全然できちゃう、はい、で、はい、かわいい、ポイントです、うん、材料はよく冷やしておきましょう、うんうん、あ、この炭酸とかですね、あ、そうそうそう、うん、キャップ閉めなきゃ溶けてっちゃうからね、そうですね、氷も、特に炭酸水は冷えてないと氷が溶けやすくなり、うん、味が薄まってしまいます、うん、はい、冷やしておいてください、よし、最後です、駆け足で最後、はい、スライスレモンに1センチ程度の切り込みを入れ、うんうん、あ、入ってる、ありがとうございます、ここで見えるかな、うん、パカ、うん、はい、ここです、パカ入ってます、これをグラスの入り口にかける、あ、うわー、見て、かわいい、すごい、うわ、晴れたね、晴れましたね、確実に晴れですね、これ、うん、うわ、かわいい、うん、そして、アイスティッシャーやスプーンで丸くすくったアイスを乗せます、ここかな、冷凍庫アイスある、扉のところにあります、扉の向こう、冷凍庫の扉に、冷凍庫の扉についてる、そうそうそう、あ、これだ、わーい、バニラアイスだ、よいしょ、さっきから全く違う使い方をしていたこの子やっと使いますよいしょ、アイス、アイス、グリグリアイス、気持ちいい、うわーい、うおー、丸くいけたかなりました、あ、全然ダメかも、そこは平らの方が綺麗に乗ります、あんまりこのアイスの経験ない、あんまないですよね、やることね、うん、こうかな、そうですね、すぐに切っても、そう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 、そうやって中に詰めるとまだ詰まりきってないかも、もうちょっとですね、手がちょびたいよ、手がちょびたい、ちょびたいよ、アイスが結構がっつりすくって、よいしょ、よいしょ、こう中に、なんか自分が食べてる時ってこの一カップってすごいちっちゃいと思ってたけどこんなに入ってんだね。結構大きいですよね。あ、それ良さそう、良さそう。あ、これ良さそう？じゃあこれでこうして、綺麗に詰まってる。うん、良さそう、良さそう。よし、結構疲れた。パコッと、パコ、パコ行くかな。かわいいよ、素晴らしい、でアイス溶けやすいんで結構、あ、ちょ、急ぐわ、急ぎ目で、うん、デロデロになっちゃうね、急ぎ目で、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、あ、かわいい、はい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 、オッケー、よし、はい、オッケー、でラストですね、うん、はい、さくらんぼを乗せて完成です、どこに乗せよう、どこに乗せたら可愛いかな、ここかな、やっぱここかな、アイスの上か横かですかね、横も可愛いし、横も可愛いし、頂上も可愛い、完成です、可愛すぎる、はい、すぐ飲む、はい、急いで、はい、すぐ飲みたいと思うので、あの
続きが気になる方、あのメールとかを読むのは後半パートだったりするので、はい、よかったらそちらにチャンネル登録して遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。あ、ニコニコの方で